ホームゲーム5試合目、前回第4戦以来、今シーズン11試合目の先発。まずは立ち上がり当たりは良かったんですが、西川センターライナー、高浜ショートゴロ、リズムよくカウント2つ、近藤はサードゴロ、1回は3人で抑えます。2回に入ってワンボールにフォアボールを与えてピンチを迎えます。三塁一塁、昨日はホームランの渡辺、右方向先制のタイムリーヒット。昨日に続いてファイターズが1点を先行します。なおもピンチ、ただその後万波三振、そしてキャッチャーの石川亮連続三振。さらに今シーズンのホームランを打たれている石井、セカンドゴロ、後続は立ちました。なんとか失点1で踏みとどまった田中、3回に入ってプロ入り2年目3先発目という立てのチャンスを迎えます。引っ張り込んでライトへのヒット、その後エラーも記録されて2塁3塁。そして今日スタメン黒川、低めのボールだったんですが、万波センターフライ、得点ならず。中盤に入って4回です。渡辺から三振、今日は先制タイムリーを打たれていました。万波はこのボールでスイングアウトの三振。5回に入って、この回はランナー三塁、2番の高浜、外のスライダー、高浜から三振。5回を投げて失点1。後半に入って6回です。ランナー出しましたが、外のスライダー、野村三振、今日7つ目。さらには渡辺、外のボールは見逃しの三振、今日奪った8つ目。7イニングス目、先頭の万波ちょっと甘く入りましたが、フェンスダイレクト、万波ツーベース、追加得点のランナーが出ます。その後バントで送りましたが、ただその後です、センターフライ、辰巳、この位置からスタート切った万波、このボール返ってホーム、タッチアウト。ファイターズは2点目なりませんでした。見事な返球、センターの辰巳。さあ皆さん、今度はイーグルスのラッキーセブンです。田中がその辰巳を迎えていました。でその後8回は森原、ランナー二塁三塁から野村、初球ボールの後甘く入ったところ、野村の2点タイムリーヒット、レフトへ2者生還、これで3対0。貴重な追加得点、ファイターズ8回の表2点が入りました。そして9回です、杉浦上がってワンアウトから田中隆也、高めのボールライトに持っていきました。チャンスを広げたかったんですが、辰巳低めのボール、セカンドゴロ、ダブルフライ。プロ2年目までのプロ初勝利、イーグルスの連敗4でストップしています。